空から見た、アダムスブリッジアダムスブリッジの衛星画像。北が上アダムスブリッジは、インドとスリランカの間のポーク海峡にある、石灰岩でできたサスと浅瀬の連なりである、ラーマズブリッジとも、長さ4 8トルで、北のポーク海峡と南のマンナール湾を隔てる。103のサンゴ礁と7つの小島からなり、 それらが橋脚のように点在するが、地質学的製品は未解明である。水深は1から10メートルと浅く、船舶の航行を困難にしている。記録によると1480年のサイクロンの被害を受ける前は、さらに浅く歩いて渡ることができたという。現地では、ラーマの橋と呼ばれ、タミル語で、イラーマルパーラム、ヒンディー語などで、ラームセートという。これは、 インドの古代女子史、ラーマーヤナにおいて、ラーマ王子が、シータ姫を助けにランカー島へ渡る際に、ここに橋を架けたという伝承に基づいている。ラーマーヤナの伝説に基づき、西洋に初めて紹介されたのは旧世紀で、アラブ人歴史家が海の橋と名付けた。18世紀のオランダの地図にも、同盟で記載された。アダムズブリッジとしたのは1804年のイギリスの地図で、 スリランカにあるアダムスピークにこの世で最初の人間であるアダムが行く時には立ったという伝説に基づいている。地図パーンバン橋インド本土からパーンバン橋が2トル沖のパーンバン島までを結んでおり道路と鉄道が走る。この島からスリランカのマンナール島までフェリーが運行する。従ってチェン内からコロンボまで鉄道、フェリー、 鉄道を乗り継いで行ける切符を買うことができるが、両国の紛争でしばしばサービスが中断している。インド政府は大型船の航行のために2001年に春節計画を立てたが、宗教、経済、環境などの理由から反対を受け実現していない。ありがとうございます。